ごきげんさまでございます。ごきげんさまでございます。始めます。よろしくお願いいたします。作法といいますのは、なんとなく皆さんそのいわゆるマナー、立ち振る舞いですとか、お辞儀の仕方とか、まあそれももちろん含むのですが、季節の行事、いわゆる年中行事のあり方、やり方、そこには当然その地域性ということが関わってきますので、ここの気候風土に根ざした、まあ、歴史的なものであったり文化であったり、作法という形で学んでまいります。これは 大切な日本が守ってきた文化です。ですからその意味で後世まで伝えていく、これは私にとっては非常に必要なことだと今考えているので、子どもたちがそれを受け継いでもらって、そして次の世代に、きちっと伝えていってもらいたいなというのが私の、心から願っているところでもあります。